どうもアリスキテラです。今回もセイントセイヤレジェンドオブジャスティスの方をやっていきたいと思います。で、今回はようやく私ですね、キャラ一体が、星9になりましたね。アステリオンさんの方が星9になりました。で、星9になると新しくクロスですね。クロスが、使えるようになるということなんですけど、クロスの性能なかなか強いですね。クロスの方はレベル1からレベル30まで、強化できるみたいなんですけど、で強化する素材が、決まってますね。でまずレベル1から10までは、この白銀の地を使います。でレベル11から20はこの黄金の地という、アイテムを使います。そして、レベル21以降なんですけど、21から30ですねは、この属性に応じた、血を使うという感じですね。なんで例えば水属性の、キャラであったら水属性投資のクロスの能力の強化に使うということで、レベル21から30は、こう分かれてるという感じですね。属性ごとに、うん、なんでなかなか、集めるのが大変ですね。このあたりだともうあれですね、放置ステージで15の40をクリア後から獲得できるということで、なかなかまだ先は長いですね。で、今現状だと、黄金の地でも、11の40ですね。放置ステージの11の40をクリアすると、放置でドロップするようになるということで、今ちょうど私、ちょうど私じゃないわ。まだ10の40だわ。なんでなかなかまだ強化ができない感じですね。うん。で、とりあえず今まで溜まってたやつを全部使い切って、レベル16まで上げたんですけど、まずこのスキルが強化されますね。クロス強化をしていくと。で、アステリオンの精神強化の、スキルの方の、効果が強化されるというのと、あとプラスアルファで、ステータスですね。ステータス、HP とか攻撃力、防御力、クリティカル値がなかなか大幅に上がりますね。うん。まあなんといってもやっぱこのスキルですよね。スキルの性能がアップするということで、まあちょっとキャラによってはめちゃくちゃ強いスキルとか、このクロスを解放することによって、クロスを解放して強化することによって、強くなるという感じになると思います。で、まあ、例えばこのアステリオンさんの方、レベル30ですね、まで行くと、精神強化のクールダウン時間が 35% 短縮され、継続期間中味方は混乱、魅惑、沈黙を無効にするということで、混乱、魅惑、沈黙の状態以上無効にできる効果がつくということになってますね。うん。なんで、まあ、ちょっとこの資源がでも限られてるんで、どのキャラのクロスを、育てていけばいいかっていうのは、まあ、星9になってからですよね。星9になってから、確認していけばいいんじゃないかなと思います。ただ図鑑の方で見れるかな。そうですね。私が愛用してるカミュスさんだと、クロス。うん。カミュは凍結ターゲットに必ずクリティカルを発動する。究極の凍結がマックスレベルに達すると、継続時間が4秒延長される。究極の凍結がマックスレベルに達すると敵全体に効力が発生する。あ、これ強いんじゃないの？敵全体を凍結にするってこと？なのか？これ。究極の陶器、究極の陶器。ああ、これがランダムな敵みたいなのが全員になるっていうことですね。うん。開幕で5体凍結にするってことかな、これ。っていうことですかね。そうですよね。敵全体に効力が発生するということで。で、継続時間が4秒延長される、しかも。マジで。4秒も延長すんの？凍結の時間が4秒延長する。いや、これ強いよね、これ。うん。クロスやっぱ強化していくと、まあ、ステータスももちろん上がるんですけど、やっぱスキルですね。スキルの
効果が大幅に上がるという感じになってますね。ただやっぱ資源が限られてるんで、序盤の方はちょっとどのキャラの、クロスを強化していくか、まあ例えばレベル10まで強化するとか、20まで強化すればいいとか、その辺はちょっとおいおいですよね。やっていくといいと思います。まあとりあえず私もアステリオンしか今、星級になってないんで、レベル20までは、とりあえず上げようかなと思います。レベル20になると、強化された攻撃力とクリティカル率が 30% アップするということになってるみたいなんで、うん、まあここまでは、まあなんでまあクロス、使えるようになったら、まあ最低レベル10ぐらいですかね、までは解放しておくといいのかなと思いますね。で、10、20、良さそうなスキルであれば30まで解放していくという感じだと思います。まあ、多分、後半の方は、レベル30まで解放するのは、なかなか、まあ特に無課金だと結構きついものがあると思うんで、というわけで、まあ、よかったら、クロスゲットしたら、その辺考えながら、強化していくといいと思います。というわけで、最後にストーリーの方行きたいと思います。今私白要求10の40、ステージ10の40で、ここの敵は、ムーさんですね。うん、第1の級ムーさん、味方ダメージ軽減、うん、一気とかいるんだよね。家族性ダメージ、まあ、火がちょっと多めかな。うん、なんかでも全部やらしいですね。うん、とりあえず行きましょうか。レッツラーゴー。凍結を誰に与えるかで多分展開は変わってくると思うんですけど、いや、なかなかいい感じじゃないか。これ神湯の凍結を入れて、神湯さんの凍結早く打って、オッケー、いいよ。ムーに凍結入ったな。じゃあ、めまいを入れてもらって、あっと、ちょっと待った。ムーを落としたい。ムーを落としたい。あっと、ちょっときついか。きついな、これ。うわー。再挑戦。なんかワンチャンいけそうな気もするな。あっと、シリウスが、無凸なんですよね。神の凍結、凍結。これ、ムーには決めたい。オッケー。よし、いい感じじゃないか。いい感じだぞ。あっと、ちょ、待って。ここで立て続けのラッシュが痛い。マジか。結局、敵は5体生存かよ。うん、強いな。あー、シュラが一撃で今落とされましたね。いやー、これはちょっと厳しいかな。ちょっと、めまい入れて、めまい3秒間入れるんですよね、シリウス。いや、クリスタルウォール貼られましたね。いや、厳しいな。強えな、ムー。ムー私もゲットしてないんですよね。ムー欲しいんですけど。敵として出てきても強いな、やっぱ。耐久力が上がっちゃいますね、味方の。さあ、頑張って、凍結を入れてって、なんとか足止めしてる間に、一体でも多く倒して、めまい入れて、めまい入れて、あー、ちょっと待って、待って、ちょっと、めまい入れるんだ。あー、めまいが入らなかった。ちょっとこれ、シールドでどうだ。防げないか。ギリギリ耐えたか。凍結入らなかった。ムーに入らなかったか、今。まずい。これはまずい。状態上無効があるのかな？ムー、倒せたけど、あっと！うわ、ムーは倒せたけど、ザコにやられた。いや、いけそう。めっちゃいけそう。一日待てば確実にいけそうな気がする。だいぶ惜しい。シリウスも OK。いいよ、めまい入った。
めまいも結構強いんですよね、地味に。3秒間動かなくできるんで、やばい、まずい、まずい、頑張って、耐えて、ここ耐えて、ここ耐えてほしい。ムーンは落とした。さあ、ここからだ、ここから、ここから、ここからちょっと耐えて、耐えて、耐えて。究極いつまで耐えるんだ、凍結いつまで耐えるんだ、凍結、ちょっと遅いか。いや、惜しい。ちょっと待って、レベルアップできねえかな、レベルアップ。レベルアップできないか、アステリオンが落ちちゃうな。あ、できない。できないわ。うん。リベンジしよう。アステリオンがちょっと落ちちゃうから、アステリオンが落ちなければ いけそうなんだよな。結構序盤にアステリオンが落とされちゃうんで。いや、今回いいんじゃないか？いや、今回いいぞ。今回いけんじゃないか、これ。展開がなんかいい。いい展開してる。いや、いいぞ。これいける。これいけるっしょ。いい感じだ、これ。エクスカリバー。オッケー、いいよ。いい感じ。いい感じ来てる。いい感じ来てる。ちょっと頑張れ。アステリオン頑張るんだ。シュラ行って。いける、いける、いける。オッケー、いけたぞ。よっしー。指一本でドラゴンの盾を砕くとは。あなたたちのクロスは今までの激しい戦いによって無数の傷がついている。だから私の軽い一撃だけで最強な盾もこうなってしまう。俺たちは今クロスの説明を聞いている暇はない。どうしても12時間以内に教皇の間にたどり着かないといけないんだ。このままでは敵に触れられるだけで粉々になると言っているのです。そしてこれから出会う敵ゴールドセイントはあなたたちが考えている以上に強大なのです。ははは、は、そういうこと。キキ、お前、あなたたちの気持ちはわかります。だから話すより行動で説明する方が理解しやすいのです。これでもまだ傷だらけのクロスでゴールドセイントを相手にするというなら止めはしません。素直にムー様をお願いしてこの場でクロスを修復してもらえよ、セイヤ。ただし修復には1時間必要です。どうします、セイヤ。よくわかった、ムー。勘違いしてすまない。クロスを頼む。キキ、用意を。はい、終わりました。これで備えは完璧だ。ありがとう、ムー。あ、もう1時間経ったの、早いな。時間がない、行きなさい。と言ってもセイントの優劣は何もまとっているクロスで決まるものではないのです。要はコスモなのです。なぜゴールドセイントが強大無比なのか、それはコスモの神髄を極めているからなのです。コスモの真髄、究極のコスモの正体とはセブンセンシズなのです。いやー、かっこいいなー。名シーン蘇りますね。というわけで無事ステージ10-40クリアしましたね。そして星の子学園で占いができるようになったみたい。行ってみよう。ここで毎日占いができるよ、試してみよう。あ、大吉、大吉じゃん、いいよ。ギルドの試練、家族性投資の攻撃が 5% アップ。別に大吉じゃないな、これ。ああ、これ、あ、でも100もらえんの？あ、美味しいじゃん。で、これ何？あれ、また大吉出たけど。これ何？あ、もうもらえないの？あ、もうもらえないのか。え？何？星は、星はが解放された。確認しよう。なんかいろいろ解放されてる。あ、星占いの新しいガチャか、これ。あー、これですね。アシスト、これ何かもらえるのか。あ、ちょっと待って、ここをタップすると投資が変更できる。欲しい投資を選択しよう。保存を忘れないでね。なるほど、ここでサガとか選べるわけですね。まあ、とりあえずサガにしましょうかね。そうか、自分が持ってるキャラだけなんですね、これ。違うな。持ってないキャラもいるか。次回予告。あ、選べるキャラが変わっていくのかな？なるほど。
まあ、この中でやっぱり選ぶとしたら佐賀でいいかな。光だけど、うん。で、一回引くのに500、あって、500もかかんのか。いや、なかなか厳しいね、これ。アシスト、これ何？無料でもらえる、なんか。ああ、一体召喚できる。ああ、これ10個貯めないと10は引けないのか。なるほど、これはちょっとあれですね。星のメモリー、ちょっと温存しときたいんで。また、ちょっと機会があるときに、まあ、回すことがあったら動画上げたいと思います。というわけで、とりあえず報酬もらおうかな。あ、マリンさん。ありがたい。あ、このガチャは回そうかな。じゃあ最後にこの属性ガチャだけ回しましょうかね。ちょっとカミューをとつりたいんで。じゃあ頼む。カミュー！おいで！これなんか演出とかないんすよね。寂しいよね、それが。ちょっとガチャ演出。さあ、ゴールドに、ゴールドに、ゴールドに。マジこれガチャ渋いから、頼む、来い、ガーあ、でもなんか星さんがすごい多いから、これギャ、ある意味当たりの方かもしんない。というわけで、面白いですね、なかなか、セイントセイヤ。また何かありましたら動画の方上げていきたいと思います。というわけで、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、失礼します。